こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ね、キャプテン翼2ライブ配信始めていきたいと思います。今回、キャプテン翼2、今回からですね、は、全日本が、キャプテン翼のメインの選手が集結しまして、ワールドユース、全日本代表としてワールドユース、まずはアジア予選を戦います。韓国で行われます。スイッチで配信してますので、ぜひご覧ください。では、始めていきましょう。ブラジルに開かれる本大会に出るための予選中プレー、まあ一戦目は勝てるでしょう。普通にやっぱり森崎くんじゃないといけないですね。さあちょっとチェンジしましょう。石崎くん、慈瞳くん、相田くん、わからんな。木くんってフォワードだったよな。翼くん、九馬くん、新田くん、水町くん、西井くんは後半出場ですね。カズオとマサオはセットで出したいよな。マサオくんを下ろして、水井くんもフォワードだったな。高杉くんで、水井くん強いな。行きましょう。第一戦はシリア戦です。BGM 変わりましたね。沢田くんか。沢田くんフォワードなんだ。スイートップなんだ。新田くんへ。しかし、深杉くんに。あ、深杉くんミッドフィルダーだよな。敵を7番が来た。7番だ、届かない。新田くんが飛び込む。これシュート、はやぶさシュートが打てるんだ。美咲くんと
ワンツーをやりましょう。え？嘘。翼くんがついた。タックル。どうなる？届かないか。相手は結構強いですね。油断はできないぞ。恐怖のワンツーリターン。シリアも強いかも。舐めてはいけなかった。まあ、この後森崎くんに期待です。森崎くんだから取れない。さあ、早くゴールへ。これ、シュート。なんか強烈シュートですね。勢い弱まったが。さあ、森崎くん。ダメだ。やっぱり森崎くんだから取れないが出てきたな。まあ、取った分は取り返すのみですよ。まず美咲くんですね。やっぱりゴールデンコンビ。これ言ってもらおう。美咲くん、翼くん、ゴールデンコンビ。すごい、もう美咲くんゴール前だ。このぐらいガッツ使うんだろう。シュートがある。行くぞ、美咲くん。おお、出た。ツインシュート。やっぱりコンビプレイですね。正解。あれ？止められた。嘘でしょ？ツインシュート決まらず。そうだな。シュートしません。龍学へ。うまく決めたらいいが、ダメだ。ちょっと防がれちゃってる。しかし澤田くんがカバー。ちょっと角度が悪い。澤田くんがこのまま決めるには、もう一回龍学へ。いや、これなんか全日本弱すぎない？ダメだ。止められない。石崎くん、頼む。完成した。
どこにパス出すんだ。ワンツーか。また敵の11番だ。もう飛び出そう。オッケー、ナイス森崎くん。トラップ。ソーダくんもなかなかガッツ持ってんな。いいガッツを。カミソリパス、なんだこれ。翼くんへカミソリパスだ。すごいなこれ。なんかどんどん全日本の必殺プレイが出てきますね。なってますね。新田くんの方がいいか、この角度だったら。さあ新田くん、あと見せかけて9学園。ここで玉になるが高杉くんがフォロー。ここで九賀くんがゴール前来ている。来い、行け九賀くん。九賀くんこれシュー。さあ止められるか。強いが加水くんに渡る。まだチャンスはある。ついている。翼くんへ止められそうだろうな。強すぎるやろこれ。タックル。今待っただけ。お、今度は慈瞳くんだ。だが、これも今待っただけ。結局10番にパスキャッチを許してしまう。さっき、ボールが少ないよね。止めに行け、止めに行け。足止めだ。足止めを食らえ。ダメだ。全然足止め、できない。もたついてるけどな、敵の攻撃も。OK。OK。二人だ。タックルとパスカット。松山くん。OK。こぼれ玉。さあ、そして、ソーダくんはトラップ。で、また、カミソリパス。チャンスですよ、逆に。カスイくんね。鋭いパス決まった。高杉くんが新田くんとワンツー。さあ一気に前出ます。そして、ここで翼くんに渡して、残り5分。さあここは託したい。九賀くんに行こう。九賀くんこれだ。オーバーヘッドキー決まりました。同点に追いつきました。
はい、では再開です。前半残り4分20秒。ダメだ、全然止められないや。さっきゴールに向かって弱まっただけ。サーダくんと翼くんがついた。サーダくんパスカット、翼くんタックル。かわされた。翼くんタックル。こぼれ玉が高杉くん、ナイスフォロー。高杉くんまだガッツが大きく残ってるね。しかし新作くんにパスするが、あ、新田くんか。時間がない、そんなに残ってない。230あるから、で、ワンツー行きましょう。でも止められるかも。弱まっただけ。 OK で、もうゴール前まで行ったんで。え、嘘、シュート決めようとしたのに。まあ当然三井くん投入です。あと2人だから、あと2人だが、うん、そんなに変えなくてもいい。まあ若林くん変えるくらいかな。であの若林くんでキーパー強化して1点もやらない体勢を整えましょう。じゃあ行きましょう。再開。さあ日向くん着きました。もちろんこれしかないです。あ、かされた。タイガータックルしとけばよかった。まとえ。え、普通のシュート。若林くんだから守れた。さあ、ディトーくんにカバーです。ディトーくんトラップです。シュートできるの。いやいやいや、無茶だろそんなの。サーダくんにフォロー。サーダくんがフォロー。ちょっとちょっと、あのボールが悪い。翼くんへ。よかった、通った。いや、これもう翼くん強引に突破です。8番誰だ。翼くんだ。またやりましょう。ゴールデンコンビ翼くん、翼くん、どんどん使っていかないといけませんからね。ガッツをレベルアップのためには。さあ翼くんゴール前に、このまま今回シュートを打ちます。翼くんのツインシュートだとなんか違うのかな。いくぞ美咲くん。おう、ツインシュート。あかん、ゴールポストに当たった。
シュートの威力でボールが潰れちゃいましたね。スカッと行こうか。今度は石崎くんがついた。あ、シュートした。ブロックでよかったんだ。 OK、 美咲くんナイス。沢田くんがフォロー。沢田くんそんなに強くないんだな。あ、ワンツーで東方コンビ、武志、ヒューガさん、佐賀くんパスを出して、東方コンビが三日月のような進撃。さあ、佐野くん、ゴール、今のセンターラインを越えた場所です。お、ヒューガくんが空いてますね。ヒューガくん行きましょう。ヒューガくん届きました。4番、これ、ドリブル、強引なドリブルだ。どけー。あ、反則取られた。あ、日本にフリーキックなんだ。あ、あ、試合再開。誰がいいんだ？よし、ミスギ君に。いや、ミスギ君でも必殺技持ってないからな、ヒューガ君へ。クーナー来い。何人来ても同じだ。クラエ、ネオタイガー、ショー。吹っ飛ばされた。唐突な。吹っ飛ばされたが、え、嘘、やられた。なんでこんな運が悪いんだと思ったが、沢田くんが取りましたね。パス。佐賀くんセンタリング。3位美咲くんだが、これで終わりじゃ。美咲くんのシュートってなんかあんの？ジャンピングボレー、よし、ジャンピングボレーシュート、決まりました。日本勝ち、全日本勝ち越しです。
お待たせいたしました。では試合再開、後半残り半分ですね。もう1点差広げておきたいです。パスか、動かない。もうシュート、止める、パッチング。さあ、ジト君が取ります。普通のパスしかないな。佐田君、水木君どこにいるんだ。あと敵の11番来た、ちょっとやばいぞこれ。九番君へ、こぼれ球になってしまうが、美咲くんがカバー。ワンツーだ。動かない。ワンツーリターン。オッケー。ちょっと渡します。佐々木くん、パスキャッチ。ドライブパス使ってみよう。ドライブパスだ。佐々木くん、パスキャッチです。さあ、これはちょっとこのまま行くとやばいんで、三井くんサイドからか、日向くんに渡そう。日向くん、これシュート、あっと、いや、ミスイクにねじ込んだ。決まりました、3対1、大きな勝ち越しです。いや、三井くんいいとこ持っていきますね。あ、なんだこれ。オッケー、三井くんと新田くんがついた。三井くんはまあまあガッツはあるんですよね。じゃあね、パスカットを任せましょう。新田くんはブロックってなんだ。そう、かされた、かされた。今日7番強い。何やってんだ。目標10番何をする。ヘディングシュート。え、何これ。今度はジト、またジトーク。石崎くんかな、自動。パスしか打てないのか。佐々木くんへ。佐々木くんまだガッツありますね。ね、いや、まだ早いかも。普通にドリブルで突破しに行こう。センターラインを越えた。ここで三杉くんに渡そう。オソークスに。くんってなんか持ってんの。普通のシュートやん。やがった、これは無理だろうな。おっと、しかし新田くんがゴール前、しかも敵をキーパー倒れている。あ、
他は九賀くんしかいない。届くのか。届いた。これ絶対チャンスですよ。まだ倒れてるからオーバーヘッドキックでいこう。え、こぼれ球になっちゃったや。嘘だろ。まあチャンスだが、すぐヒューガ君にいったパス。待ってる。ヒューガ君ボレーシュート。やばった、決まりました。4対1になりましたね。ヒューガくんが決めて、ヒューガくん、ミサキくん、ミスイくん、で、またヒューガくんか。ヒューガくん、やまただけ。下に動かない方がいい。亀梨くんよく守ってくれるな。とりあえず戻りましょう。もいいぐらいだけどな。これシュート。あ、ダメだ。翼くん届かない。次パンチに行けばいいと思うの。あ、あとシリアコーナーキック。直接シュートに行った。あ、まだピンチは続く。ただく岩股だけ。引きを2番にパスキャッチ。引きを7番ですね。三井くんがついた。若林くん倒れている。ちょっとやばいな。フォローかな。ヘディングシュート。無理でした。若林くん結構弱いかもな。ちょっと待って。ヒューガくん。あ、でも150しかないのか。だから、9
くガッツが足りない状態になるから、カミソリシュートとハヤブサシュートか、暗いハヤブサシュート OK、 OK、こぼれ球になる。日本もコーナーキック、パスうまいからな、キューガ君へ。あ、試合終了です。中国戦ですね。さあ、地藤くん、松山くん、三杉くん、新田くん、和夫くん、正夫くん、もう6人ですね。4000年の歴史のある国だ。どんな相手でも不思議はない。敵の大きい、気をつけろ。メモです。さあ、これ森崎くんを常に、出します。最弱メンバーでいきます。佐野くんとかどこいんの。メンバーですね。中国ついていきましょう。リン・ハンネク、前がヨーロッパっぽいな。リシ・ワシン、ワシンデンデン、何だったっけ、マルコポーロのやつって。佐々木くんは健在です。佐々木くん弱っただけ。一兄弟、なんだこれ。え、なに昇竜客、なんだこれ、何の技だ。
崎くん、まあ何これ、決まりましたね。さあ、敗退行為を敵でやってます。それまちくんか、それまちくんってカミソリシュートだっけ。いや、カミソリシュートではない。に渡ってしまう。さあ、サーダくんつきます。これタックルいきましょう。くらえ、鋭いタックルが課される。さあ、3位ミサキくんがつく。3位タックルです。お、ミサキくん、リハンネくんからボールを取りました。ドリブルです。ミサキくん頑張りましょう。ドリブル、際どいとこでかした。10番って誰だっけ。サキくんか。え、嘘、あ、遠かない、よかった。サナくんへ、まずいな。翡翠くんへ、赤取られてしまう。あ、伊沢くんがカット。あ、いや、伊沢くんこんな前に出てはいけない。これゴール前です。横番来た、構わずシュー。あっと、反則だ。日本にペナルティーキック、絶好のチャンスです。運ゲーですからね。ペナルティーキックを与えてることも、もらうことも一つの戦略です。サダくんじゃなかったっけ？ソリマチくんだったんじゃないの？ソリマチくんだよな。いや、マサオくんに。いや、ソリマチくんに決めてもらおうか。普通に。さあ、キッカー、ソリマチくん。
裏を書かれた。今度はリバン君くんが。佐野くん、なあ、届かない。さあ、追いつけるか、追いつけない。何これ、また昇竜客か。パンチングも及ばない、森崎くんだから。さあ、試合再開です。さあ、どうするか、パスかな。ドリブル行こう。近いんで、ソリマチ君ね。リバン君、動かない。OK。パスキャッチ成功です。7番って誰だ？サーラ君か。センターに攻めます。サイドから攻める。敵を2番。突破してほしいな。オッケー、際どいとこでかわしました。9番って誰だ。それはチコか、アキコね。今日6番山田だけ。アキコボールを合わせる。敵の8番来た。ちなみにこのまま行こう。もうこれするしかないでしょ。際どいとこで重ねた。これシュート。お、やった。トラップ。そうですね、もう。ついにドリブル。リハンネ君に引っ張る前にタケ君にパス。さらに、キスイ君へパス。キスイ君パス通りました。敵を3番。これは普通にドリブルで突破してもらいたい。あら、こぼれ球になるが、タケ君がフォロー。一応サーダクに渡す。さあ、ここでもう行かずにそれはチ君へ。さすがに角度が悪いが、誰も来てないんで、一度トラップです。
度ドリブルで突破です。 OK、 すいまちくん、かわしました。さて、10番と7番が控えてますね。7番が佐田くん頑張るか。スルー、おっと、反則です。出ました。ペナルティーキックのチャンスです。じゃあもう、ソリマッチ君じゃない。サダ君に蹴ってもらいましょう。左隅。蹴り動けません。1点差に詰め寄ります。さあ、そう詰めました。試合再開です。またワンツーリターン、結構強いな。さあ、みさきくんとたきくんがつきました。パスカット、タックル、かさえた、関西た。さあ、どこに、あ、ワンツーか。動かない。フォロー。これ、シュート。早くゴール隅に行った方が有利ですね。ソリマチ君へ。そしてドリブル。OK。これの何が有利かっていうと、ソリマチ君シュート。今度は高杉くんへ、キーパー取り囲んだが構わずシュート、あー捉えるか。やっぱりその辺は強い。正直ペナルティーキック狙った方が良かったな。さあ、やばい、これはコンビプレーの予感。普通のシュート弱まったが、普通のシュートは決まってしまいました。あ、まさに、森崎くんだから、ですね。
ます。さあ、そよまちくん、でも時間がないですね。前半終了です。データを変えます。さすがに森崎くんはダメだ。若島津くんにチェンジです。もう一人は誰にしよう。残り二人か。そうだくん、高杉くんに代わって松山くんを入れます。さあ、後半スタートです。これは美咲くんか、しんくん。さあ、目的突っ込んでいきます、敵陣へ。ドリブル。あー、捕らえてしまう。ペナルティーキック狙ってたんですけどね。あ、フォローいただきました。ありがとうございます。さっきも届かない。今度は石崎くんだが、石崎くんもダメ。リハンネくん、渡ってしまう。止めろ、伊沢くん。タックル。リハネ君に完されてしまう。ちょっとやばいな。通常シュートか。三角飛び見せてみろ。取りました。やっぱり若島津くんですよね。行ってみましょう。一応美咲くんに渡しましょう。
か？やまったが。あーっと、嘘。パスが渡ってしまう。リバン君にボールが渡る。さあリバン君がワンツーを決めてゴール前に。まただ昇竜脚。三角飛びとの対決だ。あ、破裂した。ゴールポストに当たること多いな、この今日は。敵を10番来た。これはもうドリブルね。反則です。日本のフリーキックとなります。さっき君へ。キーパー松山君ここか。ワンツーです。タックゴール前。ペナルティエリア。まずトラップです。で、スイクに渡して、でこれを、シュート。ヘディングシュート。そして防がれるが伊沢くんがフォロー。どうかな、止められる。いや止められない。スミマチくんへ。伊沢くんパス。スミマチくんにボールが渡った。14番が来たが、ちなみにスルーするとどうなる？ダメだ。一気にボールが渡っちゃう。お、ちょうど。あ、タキ君か。行きましょう、このまま。あ、ダメだ、負けた。さあ、これ投函。リバンクに渡ってしまう。リバンクこのままシュートです。そのパンチング。中国のコーナーキック。ちさくんは三角飛び。いや、これトラップですね、あえて。うわ、これ玉になっちゃう。キーボールが渡る。あ、スルー攻撃だが。
本のゴールキック、もうずっと松山くんで行ってもらおう。松山くんが決めたいが俺側になる。今度は滝くんがフォロー。スイ君へ。アップ。今度は美咲君だ。このまま行くぞ。オーバーヘッドキック。ああダメだ。こぼれ球になってしまうが。今度また沢田君だ。中央のゴールは空っぽか。添町君へ。ソリマチヘディングシュート、あーっと敵の2番がカバーされるが、しかしまだ美咲くんがいる。もう構わずシュートだ。え、なんで防がれるんだ。あ、いちごミルフィーユさんこんばんは。コーナーキックだ。いや、沢田くんじゃない、反町くんでショートコーナー。お、これはこれはあれですよ、やばったが、スルーの予感。さあ敵をキーパーがバランスを崩すが届かない。よしよしよし、松山くんの3人か、やばいな。これパスしても多分決まらないと思うな。行こう松山くん。ダメだ、こぼれ玉か。だがここに美咲くんがまだチャンスが巡っている。敵をキーパー相変わらずバランスを崩している。あー終わってしまった。サイドシリア戦に、戻されてしまいました。まあ、中国なかなか強いチームですね。
さ、ちょっとさすがにこれフルメンバーでぶっ潰しに行きましょう。ひすぎくん、まずさきくんが翼くん、9番がひゅうがくん、11番って誰だ、いったくんかな、1番みさきくん、そわさだくんのワードいいかな、で、そうだくんのままで、で、若島津くんのままでいきましょう。ちなみにレベルです、17、あ、月夜学がレベル20なんですね。ひさくも20、ひさく14なんだ。高島津くん15で、森崎くんが14か、実力の壁ってありますね。山っただけ、これも山っただけ、また新田くんへ、新田くん届かない、かわされた、ちょっと届かない、敵を11番がパスキャッチ、ワンツーで前進、ジトー君届かない、敵を9番にセンタリング、試作つきます、だが これシュート、このパンチング、お、そぼそうだくん、ナイスカバーだ、ピンチは続く、弱まっただけ、敵を11番に渡ってしまう、スルー攻撃、またスルー攻撃だ、相手がスルー使うとこういう副作用があります、カズオくんが取ることができました、ヒューガくんに渡しましょう、ヒューガくんに渡る、ニッタくんへ、再度ヒューガくんへ戻す、なんじゃそれ、キーパーにボール取られちゃうや、考えすぎた、さあ石崎くん、これパスカットでいこう、届かないか、
あ、シュート。決まってしまった。まさかの先生を許してしまいますね。ちょっとしっかりしないといけない。いや、松山くん、翼くんがフリーでいます。渡しましょう。さあ、翼くん、これドリブル、ヒールリフト、ちょっとやばいな。ないな、和夫くんと日向くんがいる。和夫くんに渡そうか。これはまさか。スカイラブハリケーン、行くぞ。俺たちを空中技。行けー。スカイラブハリケーン。弱まった。決まりました。スカイラブハリケーンが炸裂。1対1、同点です。さあ、行きましょう。試合再開です。さあ、岬くんら囲いましたね。ジョンタックル、タイガータックルなんてあるんだ。普通のタックル。お、こぼれ玉になってヒューガくんが行きましたね。もちろん強引なドリブルをすることも可能ですが、ここはどうしよう。あ、難しいが、新田くん、さらに翼くんへ。普通のドリブルでいいや。岬くんへ。通りました。11番が急激に上がっていくぞ。新田くんだ。新田くんがゴール前、はやぶさボレーシュートを決めに行きます。新田くんのはやぶさボレーシュート、決まりました。日本、全日本リードを奪いました。
さあ、試合再開です。またワンツー、あっという間にゴール前。なんだそのこれ、シュート、まさくダメだ、届かない。弱まったがパンチングで防いだ。ソーダくんがカミソリパス、いいでしょう、カミソリパスを見せてやれ。行った、これはヒューガ君へ渡しましょう。ボールを弱まったがゴール前へ、いけ、これシュート、決まりました。3対1リードを広げました。スカイラブタックルってなんだ。カツオ兄ちゃん、いけー、スカイラブタックル、吹っ飛ばされた。こぼれ玉、ヒューガくんがフォロー。まあまあ、なかなか持ってんだよな。でもカツオくんが、新田くんが出てるからもう自分で決めに行きたい。普通のシュートばっかりでしたね。お、でも新田くんがゴール前にいますよ。本音とし、しかしドリブル15番、これは普通のドリブルで、おっと反則、日本フリーキックのチャンスです。結構遠いな。一回美咲くんへ、新田くんがもう行ってるから新田くんに託してみよう。もう一回ハヤブサボレーシュート、あ、ダメだ。お、ヒューガくんと翼くんがついた。ボール弾いたが敵に渡ってしまう。ワンツーで前進、
パワータックル。スカイダウパスカットなんてあるんだ。くらい、わしのパワーディフェンス。吹っ飛ばされて、ジタオくん、インターセプト成功です。ジトー君ディフェンダーだからな。ジトー君パス、イサキ君がパスキャッチ。しかしもう時間がない。日本のリード後半戦です。新田くんがちょっとガッツが足りないんで、新田くんチェンジします。誰にしよう、三田くんかな。やっぱりね、三井くん投入でもいいですが、三田くん投入しましょう。5番がこぼれ玉にしてしまう。翼くんに弱まっただけ。ワンツーです。一作タックル、あ、シュートか、あ、パスか、動かない。シュート行く？三角飛びでいいでしょう。決まりました。すぐに反撃です。よし、これキュア君決まれ。あー、ダメだ、こぼれ玉敵に取られてしまう。なんでパス守れないんだろう。あー、かされた。つきまとう、美咲くん。あ、美咲パスだったか。ワンツー、今日8番フォローに回ります。ヘディングシュート。
や、パンチ。オッケー、ボールを守りましたが、まあ、敵のピンチは続く。戻ってこい、戻ってこい。ヒーリングシュート。ああ、届かない。ああ、決まってしまう。敵の11番に追い上げられましたね。さあ、続きいきましょう。ミスリーパス。ここを九学園へ。ミスリーパスだ。決まりました。当然ここ強引なドリブルです。どけん、あーっと反則です。日本フリーキック。当然ヒューガ君タイガーショット。飛ばされた。決まりました。タイガーショット炸裂です。これは操作が届かない。弱まったが、カツオ君届かない。ワンツーだ。今度はミサキ君こぼれ球。敵は来ている。パスですね。嘘でしょ。これシュート。こんなのもう行くしかないでしょ。三角飛び。これ行きますよ。え、これ玉なるんだ。呼吸学も完璧じゃない。パスカットかなこれ。シュートいった。届かない。
ちょっと遠いからな。決めないんじゃないの？こぼれ玉になったが、シアのコーナーキック。ピンチは続く。鹿島塾は身構えて、佐田くんへパス決まります。ここ翼くんへ渡します。翼くんどうする？ツインシュートやりましょう。いくぞ翼くん、オン。ツインシュート、え、嘘、止められた。ツインシュートそんなに強くない。スカイラブツインシュートですよ。立花兄弟の絆。試合終了直前、さあもうロスタイムになって、スカイラブツインシュートが来た。吹っ飛ばされて、あ、だがダメだ、止められた。競り合いましょう。サダクはパスカット。ジータが引き渡ってしまう。競らないとダメだ。シュート、三角飛び、まだガッツ残っている。オッケー、これでほとんどもう時間ないでしょう。あ、一度もう捜索に渡して、これもう行きます。最後ドライブシュート、いけー、ドライブシュート。さあ時間大丈夫か。飛ばされてゴール、5対2。最後に翼くんのドライブシュートは決まりました。さあ、試合再開。まあ、もうホイッスルすぐ鳴るでしょうけどね。ホイッスル、試合終了です。お、
さんレベルアップしましたね。若島津くん、相田くん、石崎くん、翼くん、沢田くん、佐野くん、高杉くん、伊沢くん、滝くん、翡翠くん、反町くんが、いや、若林くん、森崎くんもレベルアップです。5000年の歴史、いつも笑えるなぁ。今回はワールドユース編アジア予選ですね。第1回目をお届けいたしました。まだまだ序の口です。シリア勝てましたが、中国がまあ、メンバー弱いメンバーにし、森崎君をはじめ弱いメンバーにしているとはいえ勝てる気配がしないんで、昇竜客ってすごいな。まだはもう2回ぐらい戦いたいなと思います。勝てる気配ありましたら勝ちに行きますが、ひとまずは負けて勝って、負けて勝ってを、いけるって思った時は繰り返したいなと思いますので、引き続きご注目いただければと思います。キャプテン翼2、今回はここまでです。ツイッチで配信をお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 この動画のアーカイブは YouTube で2日後18日21時号からプレミア公開予定です。YouTube でもぜひご覧ください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Premier Live My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX My Account Please Follow and Repost and Good Button Please。 明日は何をやるかあんまり長い時間できないので、ドル猫やるか、ウィポは金曜日だから、シティーズスカイライン2やる、シティーズスカイラインやる手もありますけど、なんだろうな、ハイプロで選手作ったり、ハイプロ国際プロレス編やる手もありますが、ヴァンパイアサバイバーズやってもいいかもしれないね。もしかしたらユーロトラックシミュレーター2またやるかもしれません。ということで今回は、ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。